快晴の青空の下、沖縄北谷で行われたタイガースとの練習試合。初回、先頭バッターのブライト健太選手が初球、2年連続最多勝のエース青柳投手から逆方向ライトへのホームラン。選手たちが調子を上げる中、ファンにとっても嬉しい話題が。今週末、沖縄北谷のオープン戦で声出しや鳴り物での応援ができるようになります。あれやっぱ外だと盛り上がると嬉しいよね。鳴り物の、演奏も戻ってくるんですけど、はい、あるとないとではテンション変わりますよね。はい、明後日来ます。昔よりもなんか声出したいっていう、まあ、気持ちもあります。家の中で見てる時とかも応援歌歌いながら見たりとかしてるので、それが実際に球場で歌えるのは嬉しいです。今週末、北谷でのオープン戦で解禁となるのは、コロナ禍で禁じられてきた声出しや鳴り物を使っての応援。ファン待望、本来の応援スタイルに戻りつつあります。この応援について誰よりも待ち望んでいたのが、応援団に混ざって太鼓を叩くこちらの男性。ドラゴンズファンなら誰もが知るこの方。昨シーズン、中日ドラゴンズを戦力外となり、現在は YouTuber として活躍している滝野要さんです。自身の YouTube チャンネルで応援団の合宿に潜入。めっちゃ絡まってる。下に、そう旗振りの練習や、トランペットに合わせて太鼓を叩いたり、応援団の合宿に参加した滝野さん本人を直撃しました。応援団の合宿に参加されてたと思うんですが、どうして参加しようと思ったんですか？12月に飲食店でイベントがあったんですけど、その時にドラゴンズの応援団に所属している方がファンとして来ていただいたんですよ。そこでなんか竹野さん、応援団とコラボとかしたら面白いんじゃないですかみたいな話をその方がチラッとしていただいて。太鼓叩いてたじゃないですか、はい、あれどうでしたか？難しいですか？いやでも僕結構応援好きなんで鳥肌立ちましたね、一発目は。滝野さんも選手時代はコロナ禍で声出しや鳴り物を使っての応援はなし。それでもその魅力について。音声の録音とやっぱり全然その吹いてる人がいるのとではやっぱり全然違うなっていうのを思いましたね。ピッチャー対バッターでやっぱり孤独だと思うんですよ、打席で。選手からしたらより一層なんか励みになるんじゃないですかね。そして応援団の合宿に参加したということは、許可とかがやっぱあるんで前半戦はもう無理なんですね。ちょっと後半戦忘れた頃に現れるぐらいのちょっと、はい。現状では来月14日から始まる本拠地バンテリンドームでの声出し応援は検討中ということですが、シーズンの後半にはスタンドで滝野さんの姿が見られるかもしれません。神会の終わりにはちょっと視聴回数が足りないんで、ちょっと東海テレビさんお願いします。滝野の YouTube 見てくださいって、ちょっとテロップぐらい入れてください。